騎士は人伝の内容って信用できるんですかね。解説のキリサメマリサです。正史と書いてあっても正しい歴史ではありませんよね。白霊霊夢です。邪馬台国の謎を解くためには、中国の状況も知っておく必要がありますよね。魂魄陽夢です。今回は義士は人伝は信用できるのか?をテーマにしたいと思うぜ。邪馬台国の謎を解く手がかりは義士は人伝しかなく、義士は人伝が信用できないとなれば、そもそも議論自体が無駄ですから。義士は人伝に関して述べておくと、正史三国志の統一伝に収録されているぜ。それを考えると、正確には義士は人伝ではなく、正史三国志義書統一伝は人の情というのが正しいんでしょうけど。多くの方が知っていると思うんだけど、正史三国志というのは義、語、職が争った時代だ。正史三国志は黄巾の乱くらいから始まり、三国時代が終焉する280年くらいまでを書いた歴史書ですよね。三国志演義だと主人公は劉備や諸葛亮だけど、正史三国志だと義の曹操が主役扱いですし、よくいただくコメントの中で中国の歴史書の内容を信頼できるはずがないという意見をよく目にする。邪馬台国回転説のコメントもよくもらっていたんですけど、義士は人伝の内容は適当とかそういう意見ももらいますよね。義士は人伝の内容が信頼できるのかなんだけど、正史に関して義士は人伝の謎を解くの著者である渡辺さんは次のように述べているぜ。霊夢さんお願いします。読み上げます。正史とは正しい史実を記録することで正史と呼ばれるわけではない。歴史事実と異なる記録をしてまで正当を示す史書である。正史には変更記述の歪みが含まれる。これは言えて妙な発言だと、うぷ主は考えております。正史三国史を見ると事実を正しく記録したわけではなく、正史に対して陳述は気を使っているのがわかりますから、芝居を例にとっても姑息な方法で曹操を不意打ちし、皇帝の一族をないがしろにし国を掌握したとは書かないわけだ。そんなことを書いてしまったら首が飛びますから。芝居の行動を春秋左慈伝の君子が見たら、芝居の行動は礼に合致していない。子孫に災いが降りかかるであろう。とか言われる可能性もある。でも、義士は人伝を表した陳述は職の役人だったこともあり、職に関しては気を使っているよね。陳述は芝居のことを芝仙王と書いてあり、曹操を大祖と呼ぶなど敬意を示す一方で、劉備と友禅に対しては選手、公主で呼び分けている。陳述は尊敬だと剣と呼び捨てなのに、義と職に関しては態度が違いますよね。諸葛丹や関球剣なんかは義への忠義のために乱を起こしたようにも見えるんだけど、精神を建国することになる芝一族と敵対したことで、悪心を起こしたような書き方もされていますが、このあたりは陳述が空気を読んだと言うべきなんですかね。陳述は己を曲げない性格だったような話もあるんですが、これを考えると義士は人伝の内容は信用できないとなるのかもしれないんだけど、陳述が気を使う存在は次の通りだと思う。霊夢が読み上げます。な。なんで、私ばっかり。まあ。嫁と言われれば読むけど、霊夢さんどうぞ。精神の芝一族への配慮。故郷の食感への配慮、めんどくさいやつへの配慮。3番のめんどくさいやつってどういうことですかね。うぷ主が思うに当時の精神の政府交換など、権勢を持っていた人物に対しての、先祖に関しては、悪く言えない部分もあったように思う。そういえば正史三国志で思いやりの心があり人間性が優れていたとか称賛されている人もいましたよね。本当に賛美されるような性格だったのかもしれないんだけど、子孫が政府交換だったりすると気を使ったりもするんじゃないかと感じる。皇帝だけじゃなくて、当時の実力者も警戒しないといけない存在ですから。でも、それだと逆を言えば、すでに滅んでいたり権勢を失った家であれば、普通に欠けるってことですよね。あくまでも、うぷ主の妄想でもあるんだけど。正史三国志を考えると明史の政治心情とか、そういう話にもなると思うんですけど。このあたりを頭に入れて、義士は人伝がどのような書物なのか見ていきたいと思う。義士は人伝の時代を語る前に、簡単に中国と和人の歴史を見ていきましょうか。紀元前221年に秦は天下統一し戦国時代を終わらせたわけだ。秦王政は始皇帝を名乗ったんだけど、始皇帝死後にわずか4年で秦は滅亡し、蘇韓戦争で勝利した劉邦が全漢を建国したんだよね。漢の武帝の時代になると、朝鮮半島北部も支配するようになり、和人も中華王朝とコンタクトを取るようになっていくぜ。
この頃の和国は100以上の国があったみたいなんですけど、その中から落郎軍を通して前漢と交流を持つ国が現れたって感じですかね。前漢が滅び王毛の秦が禅譲により建国されるんだけど、秦と毛和人は外交を行った可能性がある。秦の貨幣が丹後で発見されていますから。しかし、秦は短期間で滅亡し後部帝劉秀が五漢王朝を建国している。和の名国屋は王水晶が五漢王朝に調降した話があるよね。五漢王朝も後期の漢帝や霊帝の時代になると、和国大乱が勃発したとあるぜ。朝鮮側の三国式の記述を見ると、170年頃に卑弥呼が和国をまとめたようではあるんだけど、中国の方では群雄割拠が続き戦乱の時代に突入するんだけど、遼東半島は遼東公孫氏が支配したわけだ。遼東公孫氏は朝鮮半島の北部にまで勢力を拡大したんですよね。和国は遼東公孫氏が邪魔になり、中華王朝との国交が途絶えてしまう。中国の方でも群雄は淘汰されぎ、五、蜀の三勢力が割拠する状態まで行ったんだけど、戦乱はまだまだ続いたんだよね。魏の方でも遼東公孫氏は邪魔な存在だったんだけど、蜀の諸葛亮が連年のように北伐を行い魏では遼東公孫氏に構っている余裕がなかった。でも、諸葛亮が234年に亡くなると状況は変わるんですけど。正史三国志の著者で魏志倭人伝を書いた陳寿が生まれたのが、紀元前233年であり、諸葛亮が没する少し前となるぜ。陳寿の青年に関しては遺説もあるんですが、諸葛亮が五丈原で没した頃に生まれたってことでしょうね。魏の方では蜀の北伐が行われなくなると芝居を派遣し、一気に遼東公孫氏を滅ぼしてしまった。遼東公孫氏が滅ぶと、邪馬台国の卑弥呼はすかさず魏に調降したんだよね。魏では卑弥呼を真偽は王と死後への牽制に使いたかったとも考えられている。後では遼東半島に影響力を及ぼそうとしていたりしていたわけですから。真偽大月氏王と真偽は王は、すでに動画にしてあるので、そちらを見るようにしてください。ここでは短縮させてもらいます。魏の二大皇帝である宋永の死後に楊貞の双方が帝位につくと、曹操と司馬懿が実権を持つようになったわけだ。でも、司馬懿がクーデターを起こして曹操を打倒し、魏の実権を掌握しちゃったんだよね。魏では司馬氏の息がかかった者が高官を独占し、魏の皇帝は傀儡になってしまったわけですから。司馬懿が実権を握る少し前に卑弥呼が亡くなったと考えられているぜ。卑弥呼は西暦248年頃に亡くなったとされています。それでも、魏は司馬氏の傀儡政権になるんだけど、263年に蜀を滅ぼしている。その2年後には禅譲により魏も滅び司馬遠が精神の皇帝になったわけですけど、266年に和の女王が精神に調降した記録があり、この和の女王が伊予だと考えられているぜ。これを最後に和の記録はなくなり空白の150年に突入するんですよね。280年に呉が滅亡し、これにより三国志の世界は、終焉を迎え精神の天下統一で幕を閉じたわけだ。簡単ではありましたが、これが三国志の大体の内容です。先にも述べたように、魏志倭人伝のポイントになるタイミングは、239年に卑弥呼が魏に調降した時となるぜ。魏では卑弥呼を真偽は王にしたわけであり、魏の使者は確実に和国日本にやってきたでしょうね。最初のポイントは、魏志倭人伝の内容を陳寿がどのようにして書いたのか?ということになるんだけど、司馬遷の史記を見ると次のような記述がある。それでは、霊夢さんが、は、わかったわよ。私は大量の廃墟を訪ねて、遺門がどれなのかを尋ねると東の縄文だと言われた。今のは式の義公子列伝新陽君列伝の記述なんですけど、司馬遷が直接現地調査を行ったことがわかりますよね。司馬遷は戦国史君には思い入れが強かったのか、全員の現地調査を行ったようですから。魏志倭人伝を見るとわかるように、陳寿は和国まで行き現地調査を行った記録がない。魏志倭人伝は陳寿が直接見たわけじゃなくて、魏の使者の報告を元に書いたと考えることもできるよね。魏志倭人伝は大宝軍にいた魏の役人が書いた報告書だとも言われていますから。魏志倭人伝は魏役の記録を元にして記載したとも言われますが、これは後ほど紹介いたします。魏では和国に使者を派遣し大宝軍で多くの情報をまとめて、魏の本国へ送ったと考えるのが妥当だろう。そうなると、一つ目の問題点が魏の使者は、和国のどこまで行ったのか?という問題だ。
これがよく言われてる邪馬台国の糸国問題ですよね。糸国は義の使者が留まる場所だと義士は神殿に書かれており、読み方によっては義の使者は糸国までしか行っていないことになる。別の読み方をすれば、一時的に義の使者は糸国に留まったと解釈することもできるんだけど、ここから邪馬台国放射説が誕生したわけだ。邪馬台国放射説もすでに動画にしてあるんですが、義の使者が糸国までしか行っていないとするのは、十分にあり得ると感じる。義士は神殿を読むと津島国、一大国、松戸国、糸国までは農地が少ないとか、草木が長く伸びているとか詳細に書かれているのに、糸国の次の那国からは記述が極端に減りますから。那国からは距離、長官の名前、人口が書かれているくらいで、民衆の描写がなくなるんですよね。こうした理由から、義の使者は糸国までしか来ておらず、邪馬台国まで行ってはいないとする意見も根強い。記述が簡略になるのは実際に見たものと聞いただけのものでは、文章のリアリティも違うって感じですかね。邪馬台国畿内説を主張する人々は、邪馬台国が遠く離れているから、使者は糸国に留まったなどの解釈をする場合が多い。義の使者が糸国までしか行っていないと考えた場合に、これが許されるのか、どうかということだ。義の使者との、よくぞ来てくださいました。私は一大卒の長官でございます。そなたが卑弥呼殿の代理人だと申すか。その通りでございます。これが皇帝から可視された品々と証書、印書じゃ。これを卑弥呼殿に届けておいてくれ。わかりました。私が責任を持ってお届けすることを約束いたします。お願いいたす。これって、許されることなのかしら。かなりフランクに描いたとは思うんだけど、義の使者というのは、普通で考えれば皇帝の代理とも言うべき特使であり、責任は重いはずだ。本来なら皇帝が直接卑弥呼に印書を授けるのに、その役目を代行しているわけですし。それらを考慮すると、個人的には義の正使が糸国に留まったとしても、福祉は邪馬台国まで行ったのではないかと感じているぜ。義では皇帝からの証書や印書、可視された品々を持ってきたわけだから、皇帝の証書や印書を卑弥呼が受け取らないとかは考えにくいと思うんだよね。皇帝の証書や印書を代理人が受け取るとか許されるのか?という疑問もあるんですが、少なくとも政務を取る卑弥呼の弟が印書を受け取るくらいないと、卑弥呼の方が糸国まで出向いた可能性もあるのかもしれないけど、宮殿に引きこもっている卑弥呼が糸国まで行ったのかの疑問もある。そうなると、卑弥呼の影武者が受け取ったとか、そういう話にも繋がってくるとは感じるんですが、邪馬台国は国国と戦争になり、義では長征を派遣しているぜ。長征は和国に入ると邪馬台国と国国の戦争の調停をしているよね。これを考えると、長征は戦争の調停までしており、さらには国に長期間滞在したとも考えられている。長征は伊予の時代になっても和国にいたようではありますから。さすがに、戦争の調停までしてくれて、伊予には激励までしてくれたのに、邪馬台国まで来てはいないってのもおかしいと感じるんですが、義の長征は和人の言葉は普通に喋れたのではないか?と考える人もいるくらいですから。これもコメントでよくもらうんだけど和国は義の使者にデタラメを教えたというものだ。邪馬台国の正確な場所を義に教えてしまったら、攻撃される可能性もあり、場所を秘匿にするために適当なことを言ったとする説だよね。確かに、自分の本拠地の場所を教えるのって危険な気もするのですが。しかし、義の長征は邪馬台国のために尽力している姿が義士は神殿にあり、嘘の情報が通用するのか?という問題もある。ただし、逆の考え方をしてみれば、精神になってから和国とは疎遠になっていた可能性もある。精神の記録だと266年に和国の女王が長行してから、長行した記録がありませんから。でも、変な見方をすれば和人がデタラメばかり言うから、長行させなくなったとかもあるのかしら。そのあたりはどうなんでしょうか。精神の時代になると、後はすでに滅亡しているから、和国の重要度が下がったのかもしれないよね。それでも、長征などが義の本国に報告書は送っていたはずだと考えるのが妥当だろう。でも、これらの和人に関する情報が義に送られていたことは間違いないでしょうね。ここで陳寿が、どのようにして正史三国史を記録したのかを考えてみたいと思う。正史三国史は正当性があるのは義としながらも、食と語の三部構成になっているよね。
義が正当な王朝だとするのは、鎮守が仕えた精神が義から禅譲によりできた国なんですから、仕方がない部分もあると思うんですけど。正史三国志を見ると意的に関する情報は義書に伝が設けられているぜ。儒教が大きな位置を占める中華思想では、禅師の徳を慕って異民族は徴功するわけですから、食や後に異民族が徴功されては義のメンツが潰れてしまうわけですから。後なんかは末期になっても延々と異民族討伐を繰り返していたイメージもあるんですが。それでも、義に徴功した異民族は正当性を示すための、意的にもなり優先的に記載されたと考えられる。なんとなく正史三国志に職所南蛮殿とか、正十殿が建てられないことがわかる気もしてくるんだけど。でも、和国は卑弥呼が徴功したことで義史は神殿にも記録されたと言えそうですよね。正史三国志なんだけど、鎮守が全くのゼロから書いたような書物ではない。正史三国志は鎮守が一から構想したわけではなく、王神の義書、魚漢の義訳、衣装の御書がベースになっていることがわかっているんだよね。すでに正史三国志の元となった義書、義訳、御書は散逸しわからなくなっているぜ。それでも、正史三国志の注釈などから、その内容の一部が確認できたりもしている状態ですから。義史和人伝は正史三国志の義書統異伝に収録されており、ベースになっている義訳を考えることも大事だと思う。義訳を書いた魚漢なんだけど、意外に思うかもしれないが史観ではなかったらしい。魚漢は義の老中になったりした話があるんだけど、史観ではなかったことから、比較的自由に書くことができたと考えられているぜ。ある意味、趣味の延長線上で義訳を書いたなんて話もあるくらいで。でも、義訳の書いてあったことをほぼ丸写しにしたのが、義史和人伝だったともされているぜ。趣味の延長線上で書いたものが、正史に記録されてしまうなんて。それを考えると、義史和人伝を書いたのは鎮守ではなく、魚漢だと思えてきてしまうのは、私だけかしら。魚漢の書いた義訳なんだけど、賛否両論の話がある。義訳の内容が煩雑でまとまりがないとかの意見もあれば、普通の司書とは着眼点が違っており、優れているという評価もあるんだけど。ちなみに、諸葛亮が後継者に義援を指名したとする話を義訳では掲載しているわけだ。義援は諸葛亮の言いつけを守り職軍を撤退させたんだけど、義援と不仲であった容疑が暴虐を使って義援を抹殺した話になっているんだけど、これを見ると義援と諸葛亮のイメージがかなり変わってくるんですが。ただし、諸葛亮が義援を後継者に指名した義訳の記述は、単なる敵国の噂に過ぎないと廃章氏は一蹴している。やっぱり、そうなりますか。義訳の魚漢に関しては謎が多いんだけど、有料にあったことも記録されており、三国志の時代を生き抜いた人だとも言える。魚漢は鹿ではなく当時の噂話なども多く掲載したんだけど、政治的な意向は大して組まなかったとも考えられているよね。義訳は良い部分もあれば、悪い部分もあるって感じかしら。こうした理由から魚漢は和人の暮らしなどの聞いた話を、直接書き込んだのではないかとも考えられる。義史和人伝は博物史だという人もいるくらいだからね。魚漢の書いた記述をもとに、鎮守の眼鏡を通し義史和人伝ができたって感じですかね。魚漢は噂話も含めたとは思うんだけど、政治的な脚色は少なかったとも感じるぜ。それでも、卑弥呼を徴功させたのは両党公孫氏を滅ぼした芝居の功績だから、和人のことは鎮守が修正した部分もあるとは感じるんだけど、和人は嫉妬しないとか、礼儀があるとか、そういうことも書かれており、単なる力自慢の蛮族扱いはしてはいませんから。鎮守は義訳や王神の義書や衣装の御書など先行する資料があり、さらには精神の史観として、国家が保管する皇帝の聖書を見ることができた。基本的に皇帝の聖書は書き直すことはしないため、当時の資料がそのまま記録されるんだよね。義史和人伝には皇帝が卑弥呼を審議は王とする詔書が書かれているんだけど、極めて信頼性が高いのではないだろうか。卑弥呼が義の皇帝から審議は王に任命され、多くの品々を貸しされた記述だよね。中国人の書いたものは信用できない。邪馬台国はもともと存在しなかった。などの意見もあるんだけど、個人的には多くの部分で当時の和人社会を、比較的正確に語っていたようにも感じています。政治的な心情が全く反映されていないのか？となれば、そうでもないと思うんだけど、一定の信頼性は担保できているように感じております。もちろん、
和国の風習の部分とか義国の噂話なんかも入っているとは思いますが、それでも、義士は神殿の全てを否定することはできないと感じる。義士は神殿の全てが正しいのか？って考えれば疑問も生じますが。反論もあるかと思いますが、コメント欄で書いてくれると嬉しく思います。あと、邪馬台国茨城説とか徳島説なんかもあるみたいなんだけど、おすすめの書籍があれば教えてくれると幸いに思います。それじゃ、今回はこの辺で終わりにしておきましょうか。この動画が面白かったらチャンネル登録と、概要欄からブログなども見てくれましたら嬉しく思います。それを励みとし動画作成を頑張ります。最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくです。